どうも、ガロです。はい、今日も遅いやっていこうと思います。てか最近、ちょっといきなりなんですけど、今日最近、ウォーズやるときに、こうマッチングっていうんですか、対戦相手見つかるの遅くないですか、結構時間かかんないですか、うん。なんか最近やってる人少ないのかなとか思ったりしてるんですが、ま、なことはいいとして、今日もやっていきたいと思います。はい。でね、前回の動画で8月を制するものは何？ YouTube を制すみたいなことを言ってましたけど、ね、あれからね、1日 ?2 日わかんないですけど、経ってみて。じゃあチャンネル登録数がどうなったのかですね。うん。まあ、多分ね、こう動画では、この辺の右上の方に出てると思うんですけど、ね、ご覧の通り、1? 2? どっち、うん、全然変わってねえじゃねえか。まあね、動画がつまんなかったって言われたらそれまでなんですけどね。ちょっとね、まあ、これからも、まあ、まあ、やっぱ継続は力なりということで、やっぱね、こう、どうしても、サボってしまうと、ダメじゃないですか。動画っていうのは。うん、だから、サボらずに、今後もね、ちょっと頑張っていこうかなと、思います。はい。ということで、あ、間違えたずれたわ。間違え。ということでね、ちょっと頑張ってやっていこうかなと、思ってはいるんですが、ちょっと下の位置がずれたんで、戻しまーす。はい。まあ、次に8号不動不動系みたいな感じで指していければなと。で、なんかその相手の陣形が、ちょっと、どうなんだろうこれ。4四角とかありそう？なさそう？うん。まあ、次に6六銀とか上がる手もあるし、まあ、ここで、まあ、桂馬取らずにほっとくっていう手もあるでしょうけど、取ってきましたね。はい。で、まあ、歩受けてきて引いといてっていう感じで。そう。というかね、というか、まあ、今日が20日ですか ?8 月の20日。まあ、1もう少し、ちょっと待って。2何これ ?3、4。ちょっと待って、わかんない。ちょっと待って。うん。まあ、もう少しで夏休みも終わりますけど、皆さん、ね、楽しくお過ごしでしょうか。うん。何もネタがなかったの。桂打ち。2、3。これちょっと銀ぶつけてみたいですね。5号銀って。で、同銀同歩だったら桂馬が死んじゃうでしょっていう。うん。そう。20日なんですけど、台風がね、19号と20号、ダブルで来てるみたいで、やべえんじゃねえかなと思ってるんですが、あれこれおかしかった。ちょっとやりすぎですかね。これ銀絡まれちゃうよね。5七銀って絡まれて、7七金ってかわしときますか。そうすれば桂は跳ねれないでしょっていう。3、4。ちょっと強気すぎますかね。まあ普通に今ので5四歩取っちゃうと、金取られて金打たれてめんどくさいかなって思ったんですが、3。どうだろうか。まあ、これ、降ってくるでしょうね。1、2。で、これ、ここででもこれ、どうすんの ?5、6。さすがに危ないですか、これ。取って、同玉、同飛車成だったら角打って、お手飛車みたいな。ちょっと、さすがに危ないですか。角合わされるんだけど。やっぱダメですかね。これで、例えば、6四桂って打っちゃうと、一回、王手が入っちゃうんで、取るしかないですか。やりすぎたー。1、2、3、4。まあ、シャドウどうしときますか。で、5三歩成をどっかで入れれば。いや、これやばいな。1、これまずいですね。3、これはまずいですね。5、6、7、8。これはまずいですね。黙っちゃったよ。うん。ちょっと今、いろいろ考えたんですけど、6八金打たれたらかなりやばいということで。1、2、3。これは金を取ってくるってことですか。1で次に狙いとしてはどうしよう。あ、これまずいじゃん。これ6、7、8。いや、お前負けた。ちょっとこう攻められない。どうしましょう。まあ桂打ちは上がるんですか、引くんですか。3、引きますか。一応まあ飛車が効いてるんで罪はないんですけど、罪はないんですけど詰みそうだな。なんか5七角打ちから詰みそうですね。1、2。で、こうやって、ちょうど歩が1歩残ってるんで、1歩あるんで、ここで3七歩と打てば詰みそうですね。で、取るしかないでしょ、これ。逃げるとはキンキンで詰むんで。で、まあ、同桂なり同玉で、まあ、歩がねえか。うん。まあ、5五待って1回やるんですか、なんとなく。それはね、まあいいや。3、うん、まあ、詰みですね。普通に6八銀とか打っても詰みですね。うん。ということでね、今日も将棋をやっていったんですが、1、2、
もうダメですね。全然勝てない。もうちょっとこう、真面目に、将棋を頑張らないといかんですよ。1、2。はい。2号機までということで、ありがとうございました。悔しいじゃろ。はい。この悔し、そう、台風も来るんで、皆さん、お気をつけて。はい。で、これなんかいい感じでしたね。ここまではさ、こんな感じで、まあまあまあ、よくある左玉的な感じで、よかったですよね。まあ、ここはちょっと置いといて。これはちょっと置いといて。まあ、これ普通に6六銀って上がるんですかね。6六銀上がっといて、まあ、7五歩もできるし。で、どっかで4一角とか言う手もありそうでしたよね。まあ、今すぐはないですけど、例えば1歩持ったら、まあ、やりすぎかもしれないけど、6四歩同歩、7五歩同歩、7四歩同銀、4一角みたいな。手もありそうでしたよね。うん。だからそう、で、これ相手も多分これかなり攻めにくいんじゃないですかね、この局面自体は。例えば3三桂って跳ね、まあ6六銀って上がって3三桂跳ねても、4五桂が5七の銀に当たらないんで、攻めにくいですよね。で、しかも、まあ、3七の地点狙ってくるんでしょうけど、ちょうど8八に、8二に王様がいるんで、どっかのタイミングで王手飛車のラインに入ってしまうということで、結構差しにくいんじゃないか。ということで、ここはちょっと優勢なんじゃないかっていうのを思っていたんですが、この8五歩、あんま良くなかったですね。普通に桂馬さばいただけなんですけど、まあ、ここで桂馬跳ねて銀上がって、銀上がり。まあでもここでもそんなに悪くないと思うんだけどな。ここですね。ここで4四銀が変だったかな。まあでも普通だよな。普通ですよね、これ。これがちょっとやりすぎでした？これどうするんだろう。普通は何ですか、普通は。シンプルなのは何ですかね。どうすんだろう、ここ。まあ、受ける、もう本当に、もう、ガチガチに受けるなら4八角とか打てばいいんでしょうけど、ね、まあ、3七桂ね、同角で王手になるし、ただあんまり面白くないですよね。まあ、でも、4八角って8四に効いてるから結構いいのかな。一手使ってみますか。任せろ。そっちか。いや、そっち3七桂、3七桂なられて嫌だなって思ったんだけど、同金でいいってことですかね。まあ、攻めを切らしに行くってことです。すっげえ。角で殺すんだ。角で取っちゃうんですね。なるほど。ほい。そういうこと。はい。ということで、今日はね、まだ11時半なんですけど、仕事が不利休ってことで、すごく楽しい一日を過ごしておりました。はい。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございます。また動画も頑張って投稿していこうと思うので、よかったらチャンネル登録、高評価、押していただければと思います。はい。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。バイバイ。